年収を上げるために通勤中に何をすべきか。どうもこんにちは、マイクロプレーナーの関達也です。通勤の時には電車や自動車、自転車や徒歩などいろんな手段を使われていると思います。そこで今回は通勤時間をちょっと計算してみたいと思います。サラリーマンの平均的な年間休日が100日ちょっとなので、年間250日勤務しているとしましょう。そうすると例えば通勤片道1時間だと年間500時間、通勤片道1時間半だと年間750時間もの時間を通勤に使っていることになります。ちなみに中学校の授業時数は年間で980時間です。ということは通勤に片道1時間以上使っているという人は中学校1学年分の半分か半分以上を通勤に使っているということになります。驚きの数字ですよね。この時間をうまく活用すれば数ヶ月後や1年後に大きく変わる可能性があります。少し前ですが、おうちの総研というところが通勤電車での過ごし方と年収との関係の調査結果を公開してました。通勤電車での過ごし方で最も多かったのが睡眠をとるで 46.1%、 次が何もしないで 36.1% でした。実際お金持ちの多くは電車通勤をしていないということがありますが、この調査結果によると年収が低い人ほど何もしてない割合が高く、年収が高い人ほど新聞やビジネス雑誌を読んでいるということでした。電車の中を移動学習室と考えればやれることはいろいろあると思います。なおこの回答にはオーディオブックや音声を聞くというものがなかったのですが、僕は本やネットでの情報収集以外に音声学習というのを強くお勧めしています。また車で通勤されている人には音声学習がおすすめですね。ちなみに7つの習慣のオーディオブックがあることをご存知でしょうか。収録16時間36分でさらに倍速もついて2097円で激安です。何度聞いてもいつも学ぶべきものだらけなので、成功したい人は下にリンクを貼っておきますのでチェックされることをお勧めします。最後になりますが、多くの人の理想は通勤時間ゼロだと思います。僕でも実現できた自宅の一部を事務所にする企業スタイルなら通勤時間ゼロを実現することが可能です。チャンネル登録をお願いします。登録していただけるとすごく励みになります。PC の方は上のボタンから、スマートフォンの方は動画の下に登録ボタンがありますので、そちらからよろしくお願いいたします。